今回は、マルチン工業のエアーソフトガン、ガスオペレーション、ウージーを、軽く分解してチェックしつつ、純正カートリッジで動作チェックを、してみる動画です。黙々と分解していきますが、特にガス漏れもないので、グリップ部分の分解と、レシーバー部分はカバーを外す程度に留めています。僕の腕では、元に戻せない可能性もありますので、シングルから無化された、デフォルメマガジンです。カートリッジを18発装填できます。フレーム内は、モデルガン通り2つですね。ブローバック用の放出スイッチを、押すためのパーツが、追加されていますね。ブローバック用のタンクは、ガス漏れもなく、動作も問題ありませんでした。BB 弾用の放出バルブを叩くプレートが曲がっていますね。タイミングをずらしたかったのか、ボルトが前進しきった状態でガスを放出したくなかったのか、使っているうちに曲がってしまったかはわかりませんが、簡単に曲がりますね。ガスが入れにくいので有名な注入バルブですが、ガス漏れなどはなかったので、シリコングリスで密閉を高めておくことにします。ブローバック用の注入部分は、外部ソース用のコネクタも取り付けられますが、外部ソース用のアダプタは欠品でした。今回の分解は、ここまでで、各部グリスアップしながら組み直しました。ガス漏れなどあれば、完全分解しちゃいますが、壊すかもしれないのでこれで、OK にしておきましょう。セミオートはコツがいるというか、癖がありますね。フルオートは調子が良いです。なかなかのリコイルがあるんですよね。純正のプラカートは、フルロードに1個足りない17個です。ゴムの部分がおもちゃ感なんですよね。マルシンモデルガンの、ウージーと MP40 共用の、カートリッジと、ほぼ同じ大きさですね。モデルガンのダブルカーラムは、パチパチと心地よいです。ガスオペのマガジンは、カートを抑え込みながら装填する必要がありますね。ガスオペのシングルカーラムマガジンは、相談数を稼ぐためなのか、ちょっと長いです。手動では、ガシャコン、と、良い感じですね。ちょっと、モデルガンのUG用カートリッジで、
試してみましょう。2発目で、チャンバーからカートリッジが、取れなくなって、撃沈しました。ということで、純正カートでぶっ放しましょう。はい、いかがでしたか？すこぶる調子が良いですね。これは、ぜひにでも外部ソース化を、試したいですね。マシンガン気分で、廃墟を手軽に楽しむのであれば、これは楽しいモデルですね。電動ガンウージーの再販を、しないなら、これかモデルガンの再販できませんか？ないものねだりなのはわかってるんですけどね。もう少し煮詰めたら、凄そうだし、また伝説に名を刻むはずなんですけどね。なんかいろいろと、こういうモデルが欲しいんですよね。自分じゃ作れないし、全面的にマルシンに期待なんですけどね。新品もちょいちょい買って、応援するんで、お願いいたします。以上、おしまいです。